それでは問い2です。さつきさんは日本人の海外旅行の動向について興味を持ち、資料4から資料7を得た。これらの資料から読み取った文として最も適切なものを、あとの1から4のうちから一つ選べ。という問題になってます。それでは資料4から7、どんな資料かちょっと確認をしてみると、4っていうのは、新千歳空港発着の定期国際航空路線2012年と、 北海道に新千歳それと海外国際路線なので海,外で海外を結んでいる路線を線で引っ張ったらこうなりますよとそして資料5は同じように福岡空港についての定期国際航空路線を表しています資料67は何かというと 6は新千歳空港と福岡空港の出国日本人数ま要は日本から出てった人やねちょっと知りつけとこうか日本から出てった人の数はそれぞれ新千歳空港と福岡空港ですえそして資料7は北海道と福岡県の出国日本人数えこれは空港だけの話やってんけどえこっちらは北海道全体と福岡県全体でえそこから出てった日本人の数というふうになってます それではこれを見て一から四どれが最も適切なものね、最も適切なものを探していくことにしましょう。まず一番、資料四と資料五から福岡空港の就航先は新千歳空港と比べて多いが、一回ここできろか、四と五を見たとき、就航先っていうのは要は船が、船じゃない、飛行機が飛んでっている先です。それは福岡空港の方が多いと言ってるのね。 多いね。線が多いです。これは合ってます。週あたりの国際便の発着数全体は、新千歳空港よりも少ない。週あたりの国際便の発着数全体。まここに、週あたりの便数っていうのが書いてるのね、この太い線ほど週あたりの便数が多いですよと。 ここについて何を言っているかっていうと週あたりの国際便の発着数全体は新千歳空港より福岡の方が少ないですよとこっちの方が少ないですとそんなことはないよね本数自体も多いし太線になっているつまり21便以上とか11から20便っていうのも福岡空港の方が多くなっていますなのでここの部分が間違っていますと1番は間違いです続いて2番 資料四と資料五から新千歳空港の就航先はすべて福岡空港からも就航しているつまり新千歳から出てってる線っていうのは福岡空港からも出てっている線です全部そうですよとこれを順番に確認していくしかないよねまずはちょっと見ていこう北京これあるやねこっちにもあります北京クリアです続いてターリエンこれもあるやねそしてソウルソウルもあります プサンもある。上海もこっちあるよね。台北。台北はこれ名前書いてないけど、ここあるよね。台北って書いてます。こっちに書いてました。香港行ってるね。バンコク行ってます。で、グアムも行ってる。ホノルルも行ってる。あ、もう一個ありました。ここに。ユザノサハリンスクというのがあります。これは 福岡空港からは出てないねなのでこの湯沢のサハリン族っていうのが新千歳空港からしか出てないので全て福岡空港からも就航しているというのは間違いです2番も間違いになりますそれでは続いて3番資料6と資料7から福岡空港を利用して出国する日本人は全て福岡県の人であるなんかすごいことを言うてるね福岡空港を利用して出国する日本人がいるわけね これは全て福岡県民ですよと。これはこの資料からわからへんよね。まあこれは確かに福岡県から出ている人ではあるんやけど、この数字っていうのが全部福岡県民かっていうと、そうではないよね。そんなことはこのグラフからはわかりません。なので3番は×。どうやら4が丸になりそうです。資料6と資料7から 北海道の出国日本人数は新千歳空港以外を利用する人が新千歳空港を利用する人とほぼ同程度いるなんかちょっと難しいことを言うていると思うんやけど北海道から出ていく日本人の数っていうのは新千歳空港以外を利用する人と新千歳空港を利用する人で同じくらいいますよとそうやって見てあげると67見てあげるとまず 北海道から出ていく人はちょうどここの間なので三十万人ぐらいいるわけね。そして新千歳空港から出ていく人というのはちょっと十より多いぐらいなので14万から十五万人ぐらいかな。なので、これ合ってるよね。 30万人のうち14から15万人、約半分というのは新千歳空港から出てっています。残りの半分というのは港から行くかもしれんし、他の空港から出てっているかもしれない。要は新千歳空港以外から出てっている人も同じように14から15万人ぐらいいるはずなので、ちょうどこれは半分になっています。なのでやっぱり4番が遠いには正解になるわね。